どうも、こんばんは、NM です。今回は人あらざる力超級に、こちらのパーティーで挑戦していきたいと思うんですが、フレンドの初夢ひなみさんがですね、覚醒数が107ということで、化け物化し、もう攻撃力2万まであと少しですね、化け物みたいになってるんでね、そちらの火力に注目してやっていきたいと思います。石岩カネキ連れていけりゃ、そんな火力はバカみたいに上がるんだけど、僕持ってないんでね。で、ひなみじゃなくて石岩カネキを連れて行って青ギリパにしようと思ったんですけど、それだとちょっと手応えないかなと思ったんで、こちらで行かせてもらいたいと思います。積んでやる積んでやる、これがやったっけ、ないよね。あのさ、なんかかっこいいボイスの話をしようと思ったんだけど、グルカルって基本僕音消してやってるんですけどね、いつだろうな、グルカル始めて1年ぐらいで気づいたのが、強化合成の時に強化用のあれ使うじゃないですか、アイテム、あれで、まあ、大成功した時ですよね。うまくいったみたいだっていつも言うんですけど、普通の成功なら、あの大成功の時はなんか力の使い方を教えてあげようかって言って、え、なんだこれかっけえみたいなめっちゃかっけえじゃんと思って、あ、それだけっすね。それを多分1年ぐらいでやっと気づきましたね。どうしようかな、黒岩を倒したい、あいつにピオらせられるのが一番だるいんだよ。でも他のもだるいんだよな。普通にアモン殴るか、下手なことはしない。もしかしてムカで速攻で殺される、あいつ、あの遅かったっけ、もっと早かったイメージなんだけどな。クイーナーで、初夢ひなみちゃんにはHP バケモンだな。カグネ、え、めっちゃ効くじゃん。カグネモデルは追加してあげないんですかね。いやー、黒岩行きたかったな。ここ平子普通にボコれると思うんですけど、あー、でもフリー属性か、アモン、あ、アモンも剣かクソ、どいつもこいつも、え、どうしようかな。ここ、これでうまいこといかない、スキル結晶に当たってさ。まあいいや、壁、いや普通にやろう、一体一体処理していこう。 OK、人あらざる力は最初来た時本当に難しかったですよね。うわこいつそういやこんなことしてくるんだったな。チャレクエのやり返しをしてくるんでしたね。最初のチャレクエは SR 万円とか、あー SSR 万円とかで、あの小部屋にはめて、壁と壁の間でカン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 やって攻略してましたけど、まあ多分その時の恨みでしょうね。A 属性、あー質、あー剣、くらえ、かわいい、あ、言うて300、今390万か、それとも39万か、見てなかった。バフが届かねえんだよな、せっかく使いてえのに。ここで2回ぐらい範囲当てれないかな。ああ、3回当たりましたね。言うて11万、あ、これまずい。マジ、初夢ひなみ死ぬんじゃないかな、これ。怖い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 、平子がいないだけまだまだマシ。まあムカデはあそこでバフかけさせたところで、そんなにね、あ、こいつにバフかけのビヨってんのか。あいつが攻撃できる、ムカデバフかけたところで攻撃できるやつが、あー、まあいるっちゃいるんだけど遠いな。まあいいやいいや、壁役しただけまだマシ。いっけ、あー35万、見た感じさっきの39万っぽいのかな。じゃあさっきの範囲攻撃を、うーん、ここでバフかけさせたくない、バフじゃないわ、壁役させたくないな。強い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 、なんだ急にヒット数が増えたな。
190万ぐらい出てなかったか。うむ、オッケーオッケー、なかなかいいポジじゃない、あそこ食いしばりな。あー、アモンか。どこまで吹っ飛ばされるんやろな。変なとこやめてね。あ、あんま変わってねえじゃないか。死亡した仲間、あー、こんなスキルだったな。出た、講義はちゃんと聞けよ。永続性、あー、こいつにやるか。どうしようかな、ムカデでアモン行くか。あ、待って、高槻のバフかけさせ、うわー、どっちにかけようかな、これ。そうだな、でもアモンが剣属性だからな、あのムカデの位置から。いいや、オールにかけよう。行くぜ、講義はちゃんと聞けよ。おら、70万ぐらいだっけ今の。そうだな、こいつに1回当たって、ほら、もうちょっとで黒岩仕留められそう。あいつピヨってんのか。さあ、ムカデちゃんの出番なんだが、あー、やべえ、これ歪むな。バフかけて、あそこから黒岩のとこまで入っていけねえかな。壁薬しろ。あ、オッケーオッケーオッケー、倒した倒した。153万、ふぅ。まあ、オールのスキル使いたかったし。あ、 1000% だったっけな、あったっけ、なんかそういうのあるよね。あれも使いたかったんだけど、そこまで長引かなかったな。はい、というわけで今回は、107覚醒の初夢ひなみをフレンドに使ってみたというコンセプトの動画かな、多分。そんな感じでした。では、また次の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。